株式会社北設酒造は、新潟県佐渡市にある日本の酒造会社。日本酒、焼酎、梅酒などのリキュールを製造、販売する。松久信幸が経営し世界に、約30店舗を展開するレストラン、ノブと日本酒納入の独占契約を結んでいる。佐渡市原産の米や水、梅などを用いた商品を製造する。売上高のうち、約3割は、佐渡ヶ島内。 約7割は当該である。離島である佐渡島に本社を置くことから、製品の移送時間やコストといったネックを抱えており、地元佐渡原産の原材料にこだわる理由の一つとも、なっている。明治5年に創業された、個人商店の流れを組む。1948年12月に、直接の前身である有限会社ハズ酒造場が、設立され、1993年に、 現在の株式会社北設酒造に社名変更された。2015年現在の社長は、はずしろを、日本酒、焼酎の他にも、梅酒などのリキュールや、種類関連商品を手掛ける。2013年9月には、日本酒、脱菜で知られる、山口県の朝日酒造が導入したものと同様の、延伸分岐器を約3000万円で導入し、 以降この技術を利用して製造した遠心分離種も販売している。日本酒は自社ブランドのイメージの明確化を起都し、2005年の現社長就任以降に大銀醸、純米大銀醸、純米酒、根性像、普通酒の5種類に整理された。シェフの松久信之がアメリカ人俳優のロバート・デ・ニーロなどと提携し、世界に 約30店舗を展開する日本食レストラン、ノブに対し日本酒の独占納入を行っている。松久の親友である、ロックミュージシャンの矢沢栄吉が、ファンから、北節酒造の製品を送られ、これを松久にも勧めたところ松久が商品を気に、行ったことから関係が始まった。現社長の外し朗は松久から、お前のとこの酒が気に入ったから、他では売らないでほしい。 約束してくれるなら、他の銘柄の日本酒は全部止めるという意向を受け、2002年頃からノブで使用される日本酒を独占して納入している。また、レストランとのコラボレーション商品として、大吟醸ノブ、純米大吟醸ノブを販売している。新潟県民 FM 放送では、北節酒造プレゼンツとして、北節酒造現社長のハズシロがナビゲーターと共に、 ゲストを迎え、北雪酒造の酒を飲みながら、トークを交わす番組、人つなぐ、心つなぐ、はずのみ、が2020年6月の閉局まで放送されていた。FM ポート閉局後の7月1日には、北雪酒造のツイッターにて、番組ナビゲーターだった、立石勇聖の北雪酒造への入社が発表された。ありがとうございます。